鬼滅の刃の浜田禰豆子さんの色にちょっとしたいなと思ってます。で、オレンジ系の色、ちょっとグレージュの濃いやつを入れていこうかなと思います。で、ちょっと心配なのが、失敗するパターンとかは結構こうアッシュに寄りすぎちゃってグリーンっぽくなっちゃうと多分色の相性が悪いと思うんで、 あんまりそうなんないように、今回はなんかあんまりオレンジ、マットなオレンジなんですけど、結構ビビットに入れてる方が結構写真で見ると多かったので、そうじゃなくて、まあ、ちょっとこれに近いオレンジをちょっと作っていこうかなと思ったんでっていうだけ で多分1回でアタックできないと思うんで、結構濃いめがいいっていうことだったんですけど、あのカラーって1層2層ってだんだん層がこう厚くなってくるんですけど、1回で無理だったらあのもう1回上から同じ色をかぶせてダブルでちょっと色濃いめにしていこうかなと思うんですよね。で、濃くするからって赤み追加すると色が全く違う感じになっちゃうんで、もうこの色だけで、このオレンジ系の色だけで、ちょっと攻めていきたいので、なるべく濃いめに入るという感じにちょっとしていきたいと思うんで、で最近ですね、あのカラーしみないようにとか、まあいろんな意味合いもあるんですけど、こんな感じで結構まあこれ高いんでね、あんま入れちゃうと材料費ちょっとかさんじゃうんですけど、まずね根元から塗っていきます。はい、でまずこっちのね根元のカラーからまず塗っていくんですけど、あのなんか僕グラデーションカラーってあのバツってなるのめちゃくちゃ嫌で、あの部分の境目を、まあ、ぼかす方法っていうのをちょっとやりたいと思います。であのこれオキシ強くしないでくださいね、根元をリフトしちゃってオレンジっぽくなっちゃうので、まあ、ちょっとね雑ですけど、もうあのやっぱスピード大切なんで、結構ゆっくりねやってる動画多いんですけど、僕は結構時短したいの でちょっとこの明るいところを暗くしますよ。根元、根元でかこの中間ところね。はい、あの毛先までね、のちょっと伸ばさないでくださいね。中間のところぐらいまででいいんで、はい、もうダッカール使わなくてもこのぐらいだったらね、あの全然塗れちゃいます。まあ、表面の方はこれほとんどほぼ黒になるかなっていう感じですよね、この表面のもね。ちょっと最初に毛先塗っちゃうと根元が攻めれなくなっちゃうんで、最初にまあ、でこの後もうちょっとですね、あの根元の、はい、では色味が入りましたので、これで流したいと思います。まあ、このように結構適当に撮ってもつながりは結構自然につながってると思うんですけど、バツってなってないんですよね。起きてますか。